これなんかね、うん、北海道による八角っていうやつらしい。八角、うん、これなんかね、こいつやばない、ほら、お、すごいすごい、うちの方でいうホウボウみたいな、ねえ、ホウボウはさ、こここんなんや、うん、まあ、ごっついホウボウみたいな感じやろね。おー、なんか硬そうやね。うん、で見てこれ、あれやったん、これやった昨日さ、うん、夜さ、うん、あの YouTube 見て、うん、さばき方が独特なんよ。はい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 。でちょっと予習した。ああ、なるほど。で動画撮るにあたって失敗したら悪いわ思ってやってみた。ああ、そうかそうか。うん、まあ、やってみるわね。うん、これね、腹は取ってくれたのよ、こうやって。あ、ほんま。うん、腹はね。え、どうやって取ったらいい？こっち側から取ったらいい？うん。どこでいいよ。うん。ここ落とすやん、頭。うん、ほんで、まあ、頭は多分増えんねんけど。うん、でね、今度はこっちから行くわね。うん、ここをね、ここ、うん、ここなんかごっつい皮みたいなのよ、うん。それをこうヒレごとこう切ってくれて。はいはいはい。で、何よ、皮引くのの逆バージョンみたいな。うーん。で、こっちも同じように。こっちも。うん。こういう風にして。うん。まあ、包丁よく切れた方がいいかな。うん、これ打つのバーマー切れるからさ。うん、でもこう切るやん。はいはい。ほんだら次は皮を剥くんよ。あ、剥けるんや。これ剥けるん、こう、これ。皮剥ぎみたい。こっちで。これ。ほんま。めっちゃ簡単。へえ。これ切れちゃう。あ、綺麗やね。こういう魚はね、こうね、一回でやっていくといいよね。こうやってこういう風に。はいはい。めっちゃ細くなってた。しゃあないよね、でもね。うん、しゃあないしゃあない。ちっちゃいね、魚は。うん。これこんな感じ。なるほど。この腹骨っていうのかな、うん、これだけちょっと取っといたら、このなんていうの、このここにある骨、血合い骨っていうかな、うん、これは取らんでもいいらしいわ。あ、あるけどいいってこと。そうなんやと思う、多分、うん、まあ気になる人はね、抜いたりしたらいいかもしれんけど、うん、まあ僕はまあ気にせんから。これは血合い骨取らんでもいいらしいから、うんうん、やけどどうなん、ちょっと気になるかな、うん、ちょっと筋入れようかな。あね、これちょっと包丁で引っかかる。はー、多分ね、普通魚尻ぐらいまでしか入ってない、ここらまでしか入ってない。はいはい。よし、で切っていこうか。うん、これはなんかもうこんなんでいいと思う。なんかね、これ結構油あるね、意外と。へえ、これ楽しみ。うん、これはこれホッケやね。ホッケ、うん、しかも丸子。うんうんうん、干物とかじゃない、まあ、鮮魚っていうか丸々やよね。はいはい。どうするんやろ、これは。俺刺身にしようかなって思うやねんけど、ね、これはなんかさばき方は別に普通の魚の感じで良さそうやね。うん、と思うんだけど。これは予習してないから知らん。だけどね、ちょっと凍ったね、まだ。あ、そう。うん、なんか鮮魚で送ってくれたんだけど、なんかちょっと何微妙やったら悪い思って、多分冷凍で送ってくれたんだから途中で凍ってったね。ちょっとやってみるわね。うん、あ、腹割っとこうか。なんか自分のところの骨って分かるんけどさ、腹割ってちょっとこれ、うわ、すげえ、何これ、油みたいな塊。へえ、卵ある。ほんで、ほう、これなんかね、生であんまり食わんらしいよ。あ、そうな。うん、クエンとかじゃないの。クエンとかじゃないと思う。クエンやつとかないやん。まあね、だけどこう、もしかしたら生やったら虫とかあるかもしれんね。アニサキスとかそんなあるかもしれん、はいはい。これなんか、まあ、普通の魚やよね、これは。うん、多分。ちょっと凍ってあるからね、分かりにくいんだけど。うん、シャリシャリやるの分かる。うんうん。あ、すごいさばきやすい、これ。へえ、あ、綺麗。ちょっと凍ってあるから。超綺麗、うん。だけど油すごい、ここ。へえ。で、うん、これ僕はやけど、ここひっくり返して。うん、なんかいろんなさばき方がないけどね。うんうんうん。これ凍ってあるからさ、ちょっとなんか骨なんか氷なんかが分からん。うん、こんな感じ。おお、なんかプロみたいね。お、凍ってあるおかげで。これもなんか普通のと一緒やと思うけど、うん、まあこれ腹骨取って、虫とかなんかそんな嫌やったから、多分虫入れんと多分腹やからさ、うんうん、まあ、ちょっと大きめに取ったら間違いないかな、うんうんうん、なんか氷なんかなんなんか分からんけど切りにくい、うん、
ちょっとここら辺はね、取ったってね。はいはい。これ骨かな、氷かな。シャリシャリシャリ。あ、まあええわ、こんなんで、うん、こんな感じ。はい。で多分ここ骨あるからさ、うん、ここも多分こうほんま取った方がいいね。はい、まあまあ今じゃなくてもいいわ。で今度こっちね。うん。これほんまはこれの敷き方は微妙やで。そうな。だって俺左手で包丁持った。あ、そうやそうや。なんかほんまは多分右手やったらこうなるんやろ。ああ。やれ、僕はやりにくいから。左手で。両利き便利やね。そうそう、両方使えるからね。でまあ多分ね、虫あるやつはこれぐらいから落としたら間違いないよね。ああね、こういうふうにするとね、へ、うん、間違いないと思う。よし、ほんで、あ、血合い骨取ってこか。これ血合い骨っていうやと思う、うん、多分これを尻尾の方はないんかな、普通、うん、こっちの魚尻尾の方はない魚多いんやけど ね、 そうやね、カツオとかはあるけど、うん、こんな魚ないんやけど、まあ分からんから、触ったら分からんけどね、うん、こいつ凍ってあるからね、分からん、うん、こんな感じかな、はいはい、で皮も引いとこうか、うん、皮はね多分普通の魚と一緒やと思う、うん、うわ薄そう、あ、超難しそうこれ、失敗せんやろね、あ、いい感じじゃない、お、バッチリやん。あ、これれいちゃんにあげよう、うん、れいちゃんにあげよう、北海道の海の幸れいちゃん、いいな、こうやってやって、なんとなく分かったぞ、うん、なんかね、こっちの魚みたいにギコギコするのも押すだけでいいね、うーん、これ、あ、ほんま、スーッといく、これ、お、綺麗やね、うん、なんか鮭みたいね、うんうん、で、別にこう、ある程度になってきたらこれ手でも引けるんやけどね、あ、まあこれはちょっとね、ちっちゃい方がやりやすいから、なるべくならこうやってもできる、お、これ、お、まあこれはちょっと上級向けやね、うんうん、なきちっちゃくした方がやりやすい、うん、で、なんか美味しそう、美味しそうやで、これ、うん、なんか油があるわ、うん、こんなちっこいくせにさ、うんうんうん、ちっこいっつってどれぐらいが標準サイズかわからないけど、ね、血合い骨をね、で、なんか骨がね、多分そんな硬くない、これ。あ、ほんま、多分ね、なんか深海の魚なのかな、深海の魚ってこんなんね、はいはいはい、もしかしたら、へー、おし、これはね、ちょっとごつめに切るかな、うんうん、なんか美味しそうやな、これ、ね、これ美味しいぞ、これなんか美味しそう、なんかね、うん、鮭っぽいけど、うん、うちの方で言うたらこう夏場のイサギとか、うーん、こんなんやよね、へえ、なんか身っていうかさ、油の乗り方というかさ、うん、そう、うん、はい、はい、ほんでね、これね、うん、さばいてくれたらいいんけど、うんうん、これね、松川っていう魚らしい、僕見たことない、ちゃんと、うんうんうん、で、これさばいてくれたらいいんけど、これ縁側ついてあるから、うん、縁側だけ外してさ、カレーやったっけ、うん、カレーやって、なんか高級なカレーみたいな、へー、松川っていう、松の皮みたいな肌してあるからね、って、だからちょっとギザギザしてあるんだよね、はいはいはい、こっちの方ないもんね、ないね、寒いとこしかないんじゃないかな、うんうんうん、もういいや、ちょっといいかな、ちょっとごつめに切る、うん、あ、お皿出さなかね、お皿出してある、どう、うんうんうん、どれ入れてこ、よし、とりあえずちっちゃいやつこれ、どうな、おー、それっぽいぞ、うん、薄すぎる？なんか難しいこれ。ねえ。で凍ってあるからさ、ずれ、滑って、滑っていくんよね、ちょっと。ちょっと凍ってある。ちょっと凍りすぎかもしれない。次これホッキ貝ね。うん。これはね、僕食べた。おお、ちょっと待って。生きとる。こいつ凍ったったはずやよね。こいつ、ちょ、俺の手食われそうになってんじゃん。危なかった。うん、まあ、こいつはね、僕何回か食べたことあるからわかるんやけど。うんうん、こことここに貝柱あるの、はいはい、それを包丁で切るのがいいんやろうけど、うんうん、なんか包丁やったらガリガリやってあるから、うん、こういう別にやったってもいいよ、ナイフで、はいはい、
まず一箇所こうやって切る、うん、こういう風に切って、うん、次こっち切ったら、あら切れてないこれ、ね、切るとこ切ったら多分こう開くから、開くやん、ほいほい、ほんでいやこれ分からんで、ね、僕がやった感じだから、うん、知らんけど、うん、このこっちを今度は取るやん、はい、下側をね、で見たら分かる、ここにこれ貝柱やん、はいはい、これを切るんやね、あ、はいはい、これの根元というかね、ほんだらあとはこれポコって取れるやん、ほんでこれ食えんとこってあるんかな、こういうとここれ貝柱は食べれるんや、はいはい、どんな貝でもそうやけど、うん、で貝柱は生美味しいからこう置いといて、うん、あとこの紐に関しては僕はあんまり詳しくなくて分からんねえけど、うん、多分炊いてとか食べれるから置いといたら、はいはい、でこれも洗って、うん、このまま食えるわけじゃなくて、うん、だから中身を取らなかんねえよ、へえ、まあ1個しようか、うん、場所変わるかな、右手で、でこう半分にこうやって割るの、縦にね、うん、だからなんか入ったりやん、こういうのをこう洗い流すのかな、ほら洗い流すっていうかもうポロって取れる、うん、これ取らなあかんねえね、多分多分多分これ食べれんと思うで、はいはい、で、間違ったったらごめんね、北海道の人食べれるって言うやったらまた教えて、うん、僕分からんから、で、これが食べるとこやね、はい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 、って感じ、あ、なるほど、あ、こんな形やもんね、そう、まず、ホッキ貝、貝柱、うん、うん、ほんで、うん、これ、身、身なんかな、うん、どう、こんなもんかな、つい半分とかでね、うん、ほんでさ、これブリブリみたいなの、これ、うん、なんだよ、これ取った方がいいんかな、よくわからんね、僕も、うん、僕は今まではこれ食いやった、やっぱ生きとるから身がちょっとミヨンってなりない、切ったら、うん、なりやる、ほら醤油つけてもビーンってなるじゃん、ああなるかもね、打つの多いな、俺食べるで、この紐ね、うん、おそらく食えるはずなんかね、北海道のさ、回転寿司のメニュー見たらさ、うん、芋ってあった。あったよね。うん、だから多分食べれる、これ。もしかしたら湯通ししたら熱とかかもしれんけど。だけどいいやろ。うん。知らんとさ、食ってさ、うん、それがさ、うん、お、食えるんやってなって、うめってなるかもしれんやん。そうね。今後。そういうこと？うん。もう行き当たりばったり料理。よいしょ。一番ちょっと苦手そうなところの作りに入れといたで。よ、一回止める？うん。リラちゃん。リラちゃん。お前刺身切るとか言うと寄ってくるよな。刺身切るとき、肉切るとき、野菜切るとき、全部寄ってくる。全部振るよ。はい。で、できたのが、うん、これ何種盛り？ホッケに、うん、松皮に、うん、八角。うん。で、ホッキ貝、うん、4種やね、うんうん、4種盛り、まあ、なんか皿がさちょっとちっこかったからさ盛り盛りになってた、盛りたくさんみたいになってたけど、うん、まあまあこんな感じかな、ね、美味しそう、楽しみやぞこれ、楽しみ、食うの、うん、食うの楽しみ、うん、全部、まあ、俺ホッキ貝以外は、うんうん、全部初めて、初めてやもんね、うん、初めてで、これをちょっとあのご近所やっていこうかいな、うん、そうやね、うん、隣近所へ、おい、はい、はい、これさっきの刺身できたやつね、うんうん、とでこれホッケ、ホッケの干物、ホッケの干物、干物っていうかさ、うん、なんか一夜干しみたいな感じだったね、ね、そんなカチカチに干してないやつやったね、うん、なんかうちの方で言うと一夜干し、イカの一夜干しみたいな、あ、多分そんな感じじゃんかな、油溜まっとるんよ、あ、そう、すごいよね、ここもやばいや、下も落ちたんだ、いっぱい、うん、落ちたった、溜、ね、まったったなんか美味しそうやで、これ、うん、で、わからんけど、うん、なんかこういう系の魚はさ、うん、なんかこう皮の方、うん、皮の方どないやったか知らんけど、どうなったる、ちょっと焦げたんじゃない、あ、ちょっと焦げたる、ちょっと焦げたぐらいなんか美味しいよね、こんなんは、あ、そうなんやね、うん、なんかアジとかやとさ、そうでもないけど、こんなんは俺ちょっと焦げた方が、俺皮食べるからやから、あーね、美味しい気がする、うんうん、ちょっと食べてみようか、ちょっとフライングして申し訳ないけど、はいはい、どうぞ、うまっけこれ超汚な、超うまいんやけど、汚いんだ、ちょっと近くに持ってって食べたら、皮食ってみるわ、うん、これ皮が大事なんや、
これ。ちょっと皮をね。あ、これバリうまい。これ初めて食べてんけど、生まれて初めてやと思う。だけど、うん、結構レベル高いぞこれ。へえ。なんかね、うちの方にない感じかもしれんね。骨もね、あるんやけど、骨、うん、食べてみる、うん、あ、これ骨ごと食べても大丈夫かもしれない、うん、まあ、わざわざ食べてもいい、うん、食べてみて、食べてたら、なんかうまない、うん、おいしい、おいしい、おいしい、なんかホッケホッケ、なんかわかるわ、うんうんうん、魚尽くしやね、うん、で食べようか。はい。まあ、ちょっと俺ちょっとさ、気になる紐食べてみるわ。うん。紐ね。紐やよねこれ。紐じゃないの。紐やね。うん、食べてみる。あ、これ柔らかいんやけど。うん、うまい。うん。でちょっとホッケも食ってみようか。うん、これホッケ。油多いぞこれ。うん。うん、臭みとか全然ないね。で、なんか柔らかい。このこれ、こっち高いね、松皮。うんうん。まあ、ここひらめ。なんか俺はあんま分からんかもしれない。違いがあんま分からんかもしれない。これは。本当？うん。で、一番なんかこの気になる八角。はいはい。食ってみるわ。うん。思ったより硬い。身がちょっとしっかりしてる。あ、そうなんや。で、そっか行ってみよう。あ、これは間違いないわ。僕、貝好きなんや。貝好きやね、うん、まあ、ちょっと順位付けしようかな、うん、この貝はもう別にしてね、うんうん、魚で、うん、一番うまいのは、うん、ホッケかな。ホッケ、うん、で八角か、うんうんうん、で松皮、松皮かな。僕的に ね僕脂っこいの好きやからかもしれない。ああね、うん、この松皮はさ、脂ない、はい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 、感じだよね、うんうん、で、この八角っていうのはなんか白身のくせにちょっと脂ある。へーから、なんて言ったらいいの、なんここらである魚じゃないよ。あ、そう、あのさ、石垣鯛とか脂乗ったらさ、うん、なんか白身やけど、脂が出てるじゃん、はいはい、そんなにちょっと近いかもしれない。 あ、ね、あんな硬ないけどね、身は、はいはい、ちょっとコリコリしたってね、見た目とは違う食感が。ホッケーね、やっぱ YouTube で巻きも、うまっ、柔らかい、めっちゃ柔らかい、いくぞ、そうね、はい、嘘に辛っ、柔らかどう。で、次、松川行くぞ。松川、はい、うまっ、マッキー何今の、辛い辛い、はい、次、はい、そう言って肘、辛っ、ちょっと硬い、次、八角いくぞ、はい、うまっ、うん、なんか汚ねえ、なんか、はい、はい、どう、なんか八角、味全然違う。そうさ、これ食った中で今のでどれ一番うまかったよ。ホッケ、一番最初のホッケ、あ、やっぱホッケがうまいんや、ね、そっかそっか。で、次それで貝いく、はい、でマッキーはこれバレ好きやね、うまい、うまい、はい、食い、はい、お前苦手やね、かい、はい、食ってみるわ、コリコリ、うん、マッキー、ほんなら、かいも、お前はどう、かい、だけど、かいの中ではうまい、うまい、いつもね、かい、やばいのはね、かい苦手なんやね、うん、この人、かいとかね、生ガキとかもあんまりね、使うよね、うん、お前どう、この貝も入れてやったらこの中で出てくる一番ない、はい、貝俺も貝、お前はだけど、松皮もうまい、お前、まあ何でもええやな、お前は魚好きやもんね、はい、うまっ、どう、
うち干物ってあんま食べんもんね。あっそいつ、あいつ、いいこいつ多分、ね、お前好きそうなんか。この皮がさ、あーね、こいつ皮好きだよね、魚の、うん、いくよ。はい、どう、うまどう、めっちゃうまい、うまい。よし、ってことで北海道の魚ね、三種と海種シリーズで、やっぱ僕は貝だな。貝が一番回った。あ、そう、うん、で次にホッケやね。あーね、あね、北海道のホッケ刺身食わないとなんか食ってみるべきは思うけどね。うん、なんか理由あるんやろね。うん、多分なんかあるんやと思う。また聞いてみる。あの鮭もあんまり生で食わんらしいもんね。あー、そっか。俺は食うけど、はんはんはん。だけどなんか多分虫とかやろね。え、ホッケは可愛いは入らんよね。入らん、うん、入らんけど、このアニサキスとかちゃう。あ、そっちね。うん、多分ね、うん、だけど気にせず食べたら美味しかった。うんうんうん、気にしてないことないで、一応切りながら僕は見やる。ああ、なるほどね。見やるけど、ってことでね、今日はね、なんかこの豆味はちょっとちゃうけど、それ以外でね、なんか北海道っぽい食卓いうことでね、うん、どうやろうか、はいはいはい、どうやったやろうかなんか北海道っぽくなったんちゃうかなって思うんやけど、ホッケおるしさ、ね、貝あるしさ、うん、どうよ。ということでご視聴ありがとうございました。また登録といいねもよろしくお願いします。